しめ鯖ですね。サバは生姜醤油の方でどうぞ。はい、一つおすすめがございました。サバスジジ、じゃあサバに、こうやって着に使う、みょうがのおしゃべり、お肌、お肌、お肌、緑の生姜につけていただいて、このイクラは少し噛んでると卵かけご飯の味がしてきます。生のイクラって卵の黄身とか全然ないですよ。だから噛んでると味だけじゃなくて食感まで変わってます。すごい楽しかった。ありがとうございます。お願いします。